JR 西日本キハ187系機動車。キハ187系機動車。キハ187系機動車は、西日本旅客鉄道、JR 西日本の特急軽機動車である。本校では便宜的に0番台プラス1000番台の、編成を0番台、10番台プラス1010番台を10番台、500番台プラス1500番台を500番台として記述する。 山陰地方の高速道路の整備が続いて、道路との競争の激化したことへの対応、また特急列車を中心に使用されてきたキハ181系の老朽化に伴う置き換え用として、地方都市間の速達化と旅客の利便性の向上のために製造された特急系機動車で JR 西日本が申請投入した特急系機動車は1987年4月の 同社発足以来本形式が初めてである。2015年現在、381系の流れを組む制御不自然振り子式車両としては、営業用の車両では、最後発の形式となっている。2001年の山陰本線や杉駅増田駅間の高速化事業によって、新潟鉄工所で製造された霊板台が投入され、 2003年には、山陰本線米子駅鳥取駅間、陰ビ線鳥取駅地図駅間の高速化事業によって、日本車製造で製造された10.50レ番バンダイが投入され、従来に比べて大幅な高速化を実現した。なお、レ番バンダイは、島根県の10.50レ番バンダイは、鳥取県の資金援助を受けて製作された。2002年には、鉄道ともの会より、 ローレル賞を受賞している。山陰本線をはじめとする山陰地区の各路線は急勾配、急カーブの区間が多いことから、大出力のエンジンと制御不自然振り子装置を搭載している。本系列の製造にあたり、以下の設計方針が打ち出された。本系列は、国鉄分割民営化後、JR 西日本が最初に設計、製造した特急系機動車である。 運用保守の効率化を考慮して、電車と機動車の共通化、標準化が図られ、部品数も削減されている。車体は JR 西日本の特急型車両では、初となるステンレス構え体を採用し、低重心化と軽量化が図られている。車体塗装は優等列車に使用することが考慮されており、窓周りは青色とし、その上下に、 山陰地方の海や湖面に輝く光をイメージして黄色としている。車両全面は高速運転を行うことを考慮して、車体の半分を黄色として警戒性を高めている。旅客数が少ない区間で運用されることから、全車両が普通車の貫通戦闘車から構成される。二両編成を基本とするが、一両単位での増結が可能であり、 全車両に密着連結機が搭載されている。基本的な部品や機器は、同時期に製造された223系電車や、キハ126系機動車と共通化し、製造コストとメンテナンスコストの削減を図っている。運転台は223系電車に準拠しており、横軸ツインレバー型マスコン、緊急列車停止装置、EB 装置のほか本系列の製造にあたり、 一つの機能に対して一つのスイッチ、一つの指令線が必要であった従来の考えを払拭し、デジタル化して伝送することにより引き通しの配線量を減らすことができるとともに、ガイダンスモニターの画面により制御することができる列車法制御装置 TIX が搭載されている。制御方式も2 2 3系などの動車製の電車に準拠したものとなっており、従来の機動車で見られた 機械駆動方式ではなく、t i スを用いた電気制御方式が採用されている。また、冷暖房装置や制御装置、補助電源などの電力は、駆動エンジンと低速回転装置を介して接続した発電機で発電し供給する方式が採用されていい。低速回転装置によってエンジンの回転数に関係なく一定の出力が得られるため、 定常的に電力を供給できるようになっている。ブレーキは、機関ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用し、雪の多い区間を走行することから、大雪ブレーキも装備されている。基礎ブレーキは、全軸踏みずら片押しブレーキとしており、滑走制御装置は搭載していない。なお、キハ187から5、187-1005には、 岩見地域の各市町の観光キャラクターなどと島根県、観光キャラクター、島根っ子などが貼られた岩見地域の観光イメージを PR する岩見キャラクタートレーとなっている。機動車における自然振り子機構は、エンジンから台車への動力伝達によって生ずる反、作用の問題から困難とされてきたが、2機のエンジンを対象に配置することによって問題の解決が可能となり、 四国旅客鉄道 JR 四国2000系機動車や地図急行ホット7000系機動車の登場により実用化された。本系列はこれらの形式で採用された機構を踏襲しており、カーブ侵入時に遠心力による自然車体系車に先行して機械的に車体を傾斜させ乗り心地の改善を図る制御付き自然振り子式が採用されている。走行機関には小松製、 SA6D140H 450PS 2100rpm が一両につき2台設置され、山岳区間の走行にも適した高い加速性能を確保している。また、各車両の動力軸は車両中央よりの二軸となっている。変速機は変速一段、直結四段の自動切り替え DW21。 山陰地方で運用されることを前提に製造されたため、温かみの感じられる車両という基本方針にのっとって、車内の内装は暖色系の色彩でまとめられ、手すりや窓枠は木質系の材料が使用されてを内装のすべての部品が簡単な工具により取り付け、取り外しが可能である。座席は683系と同一のものが用いられ、部品の共通化による、 コストダウンも図られている。トイレは、山陰本線上で、下の向き車両のデッキにあり、車椅子対応、おむつ交換台付きである。なお、洗面台は独立スペースではなく、トイレ内に設置されている。客用扉には、半自動ボタンが設置されているが、営業運転において、ドアの半自動扱いは行われていない。また、 機波126系列番台と共通のドアチャイムも設置されている。本系列のドアチャイムは全編成共通である。いずれも2両編成での運用を基本としているが、卓客機は3両編成、または4両編成で運転することができる。3両編成で運転する場合は、2両編成を1両ずつに分割して増結者として対応している。 山陰本線与那子駅マスダ駅間が2001年7月7日に高速化されたことにより、特急、スーパー沖、スーパー国引き、現在のスーパー松風用として登場したグループ。同年24両が新潟鉄工所で製造された。山陰本線の高速化事業は、まず、島根県側において、県と JR 西日本による共同事業として進められた。 その内容は、曲線通過速度向上のための路盤改良及び、PC 枕木が、駅構内の一線スルー化による、速度制限の撤廃などであり、これに適した車両として、本系列及びキハ126系機動車が、新たに投入された。例番台は、屋根状の冷房装置は一大搭載とされ、車体側面に、島根県の花、ボタンのイラストが重複されている。 2008年春には、スーパーイーナバの増欠車として中間に組み込まれたことがある。2003年10月1日のダイヤ改正にて、山陰本線鳥取駅与那子駅間が高速化されたことによる特急列車の増発用として製造されたグループで、例番台の改良系である。同年に4両が日本車両製造で製造された。前車が与那子車。 ご藤総合車両所に配置されている。基本的な仕様は0番台と同一であるが、いくつかの改良が図られた。最高速度は0番台と同一の時速 120km だが、台車は WDT61A 型に変更され、乗り心地改善と時速 130km 運転の準備工事が図られた。冷装置は w 7 7 a 型をたり2台に、 増設、例番台は、ワウ707が第1台、排気管の騒音、振動低減対策、床の防音、防振対策、変速機への出力制限モードが追加されている。自動列車停止装置、ATS は SW 型のみ設置されているが、P 型対応のための準備工事がなされている。客室では、座席モケットの色が変更された。外観上では、 屋根状の冷房装置規せ、カバーの数が2台になったほか、車体側面には、鳥取県の花、20世紀なしの花のイラストが、重付されている。インビセン筑駅鳥取駅間の高速化に伴う2003年10月1日のダイヤ改正で設定された、特急、スーパー稲葉用として登場したグループ。同年に二次車として8両が、日本車両製造で製造され、 後藤総合車両所へ配置された。ただし、通常は鳥取鉄道部にし鳥取車両支部に常駐し、後藤総合車両所への出入庫は、検査時の回送列車のみとな、いる。十番台とほぼ同一の仕様だが、スーパー稲葉の地図急行線内での運転に備えて、ATSSW 型、P 型の双方に対応している。 ATSP 型の関連機器を室内に装備したことにより、定員が0.10番台と比べ少なくなっている。ほか、窓やドア、座席の配置が一部変更されている。なお本系列の先頭部は、平らな切り妻型のため、スーパー稲葉では、地図急行線内の単線トンネルの一部で、トンネル侵入時の速度を制限し、トンネル引き圧波の軽減を図っている。また年には、 鉄道総合技術研究所によってキハ187系の前頭部に空力特性を改善するフィンを装着した実験が行われたが採用には至っていない。これにより従来キハ181系により運行されていた沖、国引き、稲葉の置き換えが完了し本系列によるスーパー沖、スーパー松風、スーパー稲葉となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。